11時半になったんで始めたいと思います。30分間なんで数曲にはなっちゃうんですけど、最初はカバーでいこうかなって思います。聴いてください。 Oh my little girl。こんなにも騒がしい街並みに佇む君はとても小さくとても寒がりで泣き虫な女の子さ。街角のラブソング口ずさんでちょっぴり僕に微笑みながら凍えた体そっとすり寄せて君は口づけせがむんだ。 Oh my little girl 温めてあげよう。してる Oh my little girl 二人黄昏に肩寄せ歩きながらいつまでもいつまでも離れられないでいるよ。君の髪を撫でながらぼんやりと君を見てるよ。甘えた声で無邪気に笑う僕の腕に包まれた君を。 Oh my little girl 素敵な君だけを。こんなにも愛してる Oh my little girl 冷たい風が二人の体すり抜けいつまでもいつまでも離れられなくさせるよ。肩寄せ歩きながらいつまでもいつまでも離れないと誓うんだ。尾崎豊さんのオーマイリトルガールでした。ちょっと私尾崎豊が好きっていうのは知ってる方が多いと思うんですけど、オーマイリトルガールは意外とあんまりやらなくて意外とレアですね。自分で言うなみたいな感じなんですけど、という感じでした。じゃあちょっと残りはオリジナル曲でいこうかなと思うので、よろしければいつもみたいに手拍子とかしていただけると嬉しいです。お願いします。緊張するな、なんか久しぶりにこんな緊張してます。
昨日は昨日はそこまで、まあ、そこまでのくせに失敗したんですけど、はい、昨日はリーフウォーク稲沢というところでフリーライブやって盛大に失敗して曲を途中でやり直すという初めてのミスをしたんですけど、それより緊張してますね。ちょっと頑張りたいと思います。じゃあ、オリジナル聴いてください。もっと盛大でした、昨日は。あのね、言ってないけど好きな人ができたよ。そんなことどうでもいいと君は笑う。そよ風に吹かれながら、たわいもない会話をしてる気にして、なんでかかなりをごまかしてる。期待するのはもうやめた。この言葉なんか口にしただろう。どうして人は再び恋をしてしまうのだろうか。あのさ、聞いていいかな、好きな人は誰なの。そんな人いるわけないと君は笑っていたね。先週街中で歩く君のことを見かけたよ。見たことない表情をしていたんだ。あの子のことが好きなんだね。嫌なことの勘は当たる。辛いけどやんと生きてる感じがする。寂しさを紛らわしてるだけか。時々不安になる。ありがとうございます。あまねというオリジナル曲でした。これも最近あまり路上ライブとかフリーライブでもやってない曲なんで、意外と知らないなこの曲みたいな人とかもいるかもしれないですね。でも高校生の時に作ったんで、もうかなり前の曲にはなるんですけど、あまねというオリジナル曲でした。でしたし、ここ本当は続けて MC なしのとこだったのに MC はしてしまいました。ちゃんと MC って書いてあるのに。よいしょ。じゃあちょっと次のオリジナル曲でいきたいと思います。次は CD にも入ってる、お願いというオリジナル曲を聴いてください。君が放った一言で夢から目覚めた。こんなの出ない。君の愛情を確かめたいだけなんだよ。儚くて壊れそうな二人しかわからないものをお願いだから、そんな
たいなんてないことに君は気づいてないの。僕が放った一言が君をささらせた。こんなのすぐ前からわかってたけれど、もどかしさを消す答えはもう出ているけど、一番簡単な答えは離れること。それができるならどこにはいない。お願いだから、期待させること言わないで。その度に胸が痛い僕に気づいてないの。君といると僕は嫌なやつになる。このままだと見失いそう。そんな不安を今夜も一人抱えてる。お願いだから、こんな僕から離れないで。僕が抱えきれないほどの愛に気づいてないの。それとも気づいていないふり。ありがとうございます。お願いというオリジナル曲でした。なんか緊張してめっちゃ暑いです。めっちゃ汗かいてます。暑いな。普段通りで大丈夫。普段通り、そうですね。みんな会ったことある人なんで、そうそう、気楽に気楽にこういう空気感で、よくよく頑張ります。ありがとうございます。今日はあれですか、飲んでる人はどんぐらいいるんですか。お酒飲んでる人、おー、5人ぐらい。あれですかね、車とかこんな時間から飲まない、飲めないなとか、あれですか。あんまお酒好きじゃないですか、皆さんは。体が受け付けない。受け付けない。あ、そうなんですね。私もアルコールは多分アルコールアレルギーだと思うんですけど、それぐらいジンマシみたいになっちゃうんで、お酒飲むと。でもいつだっけな、金曜日ぐらい、週末ぐらいに飲みに行って、初めて熱燗を飲んだんですよ。じゃあ結構ハマっちゃってそう、2人で6号ぐらい飲み切ってみたいな。ちょっと次の日は辛かったんですけどちょっとハマっちゃいましたね。そういう感じで、私お酒好きなんですけど、今日は車で来たんで飲めないんですけど、お酒好きな方はぜひたくさん飲んでってください。お願いします。いや、暑いな。やばい、あと2曲なんですけど、今日は余っちゃいますね。15分、あと15分もあるな昨日は逆にいい感じで割といっぱいいっぱい、 MC も割と話してみたいな感じだったんですけど、見られてるって思うとやっぱあれですね、話すのが難しくなっちゃいますね、うん、感じで。この三鷹本店さんは SNS 担当の方が路上ライブたまたま見て くださって大阪駅でやってる時、あれいつなんだろう、5月ぐらいかなとかですね、多分知ってる方もいると思うんですけど、っていう感じでたまたま通りかかって聞いてくださっ
ってお誘いしてくださったみたいな感じなんで、本当に縁と言いますか、ありがたい限りですね。ありがとうございます。そう、昨日はリーフウォークで、フリーライブ終わった後にカノンさんっていうシンガーソングライターの方の、ライブをちょっと見に行かせていただいて、知ってますかね、ギターとかは弾いてないんですけど、ハンドマイクだけでやってる方で、金山とかで、私も一回私が路上ライブやるときに、その人もなんか路上ライブの場所探しててみたいな感じでお会いしてっていう感じで、ライブ行かせていただいたんですけど、なんかもうめちゃくちゃその人可愛い感じで、もう私結構サバサバ系なんで、サバサバ系じゃないですか、何系分かんない、サバサバ系だと思ってるんですけど、自分ではそんな女の子女の子はしてないと言いますか、すごいその方は可愛らしい方だったんで、なんだろう、あ、こういう発言をした方が受けいいのかなみたいな、そういうのはすごい思いましたね。服装とかも、なんだ、フリフリの服とか、それ私着たらなんか、女なんですけど、自分にとってなんか、女装をしてる気持ちみたいななっちゃうんで、スカーツとかも履かないんですけど、そういう感じですごい勉強になりましたね。歌も上手な方で。という感じで、昨日は結構ハードな一日でしたね。昨日も2ステージだったんで。という形です。じゃあちょっと次の曲いきたいと思います。次もちょっと久しぶりにやる曲なんですけど、ガールズマインドというオリジナル曲聴いてください。愛されたいと望む前に
昔から何かを期待しちゃう。苦しみのない恋なんて恋じゃない。あと少しは頑張ってみようかな。ありがとうございます。ガールズマインドでした。なんか今これ聞いてて思ったんですけど、そのなんか皆さんが手拍子する基準は何なんですか？基準はないんで、なんかあれですか、誰かやり始めたらやるみたいな。そんな別にこれしっとりした曲でもないんですけど、今あんま知らなかったんです。あ、これ知らなかった。あ、この曲あんま、確かにそういうことか。結構はちょっとやっちゃうだろうって。そうですね、どういう基準なんだろうってなんか途中で思ってちょっと笑いそうになったんですけど、気になっちゃって。なるほど、そういう感じなんですね。確かに久しぶりにやったんで知らない人とかもいるかもしれないですね。そういうことなんですね。納得しました。よし、この後次のステージは2時から2時半なんで、ちょっと時間空くんで、ちょっと私もまあ飲み物飲んだり、皆さんとお話できたらなみたいな感じでも思いますし、今日もチェキとか CD とか瀬戸利色紙とか持ってきてるんで、こちらもここでやるんで、よろしければ、ちょっと狭いですけど、探すんで、よろしければ声掛けしていただけると嬉しいです。ぜひお願いします。そうですね、そんぐらいかな。ですから、あとちょっとで、次は今日はちょっと昨日となるべく曲が被らないようにしようと思ってセットリスト組んできたんですけど、1部と2部だと昨日もやったオリジナル曲被ってるのは2曲だけなんですけど、とりあえず前半は新曲のブルーラブソングっていうオリジナル曲を皆さんに聴いていただきたいなというふうに思います。でもちょっとこれももしかしたら私4日目っていうオリジナル曲があるんですけど、その4日目をなんか最初の方やった時手拍子結構難しいっていうふうにファンの方に言われまして、結構ね時間がかかったり覚えるのに時間かかるみたいな言われたんで、でも そんな感じの曲のリズムなんで、もしかしたら難しいかもしれないですけど、ちょっとどうですかね、できる人いますか？手拍子ブルーラブソングいきますかね。わかんないです。大阪さんとかどうですかね。ちょっとなんかできそうな人もいる気がするので、ぜひ手拍子とかしていただけると嬉しいです。じゃあ最後ブルーラブソング聴いてください。めっちゃゆっくりじゃないですか。なんかちょっと匂わせだよ。いや、ちょっと最初途中からでもいいです。最初ちょっと難しいかもです。行こうかなって思ったんですけど、なんかみんななんかちょっと怪しかった。すみません、ちょっとごめんなさい、怪しいとか言っちゃって。もうちょっと早いかもしれないです。早いですよ。お願いです。ちょっとまあ頑張ります。もう一回いきますね。青い色の稲穂を片耳につけたまま近づく君らだ。
は歩く当たり前の顔をして差し出しすぐに下がってしまうの少し早い5月の夏祭り慣れた手つきで手をつなぐ空を見上げ花火を見てるその隙に君は優しくキスをした。青い色の駅に来た戸辺屋に音が響くいつも大人気の君を今日は一人じめ私の好きなところを言ってよご用意ないに少し困った顔をして微笑みそっと抱きしめる君いつも振りに決めてる君を見かけると笑うんだそんな君がたまらなく愛しい私にとって君は輝く太陽だ君が好きな夏の夜私は嫌いだったけど蒸し暑いあの部屋で最高ほど幸せ感じる世界中で私が誰より幸せそう言って思わずに焼けちゃうよ少し枯れすぎているからこの夏は人生最高のプレゼント聞いた方もいるだろうにありがとうございます。ブルーラブソングというオリジナル曲でした。お、ちょうど59分だ。じゃあこれで第1部は終わりたいと思います。ありがとうございました。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。4ヶ月ぐらい前ですかね。そうですね、ぐらいに大曽根駅でナンパしましためちゃくちゃ可愛い女子がすごいかっこよく歌ってるのがすごい印象的で、すごいなんかファンに囲まれてて、なんだろうって娘とね、二人で、聞き入ってしまったんで、最後の方だったんですけど、私が見たのは。すごい、ついつい声をかけてしまって歌っていただいて、本当にありがたいです。ありがとうございます。というわけで、お気に入りタイムです。よろしかったらお願いします。土鍋です。居酒屋なんで。どうしようかな。物販もやらせてもらう。そうですね。あ、わかりました。じゃあこちらにいいですか。はい、いい子なんで。じゃあ第2部もありますのでその時でも構いませんのでよろしくお願いします。ありがとうございます。
は当店今マルシェをやっておりますので、他のブースもよかったらお時間ありましたらご覧ください、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。という感じで、こっちで物販やるんでよろしければこちらの方もお願いします。あとなんか雑貨とかも売ってるみたいなのでそちらもお願いします。はい、一旦終わります。ありがとうございます。